今日は購入品紹介。皆さんこんにちは、アーリーチャンネルです。今日はセリアで好きなものを10点買いました。で、今回はそれで買ったものを紹介していきたいと思います。で、この動画を見る前に、もしまだ購入している動画見てない方いらっしゃいましたら、そちらを見てから戻ってきてくれるとありがたいです。お願いお願いお願い、めかみごめんなさい、テンション高いです。それでは早速やっていきましょう。はい、じゃあまず一つ目、こちらはアイシャドウブラシでございます。サイズがね、これ M のサイズを買いました。で、これのもうちょっとちっちゃいバージョンを私持ってまして、アイホールを全体に塗るときに、それだと結構やりにくかったので、ちょっと大きめのも買ってみました。最近ね、アイシャドウとかのブラシを集めるのにハマってます。一回開けてみるね。ね、見た目がすごいキラキラしてて可愛いですよね。あ、ごめんね、あの友達と落書きっていうか、あの赤シートのさ、やつあるじゃん、あのペンみたいな、マーカーペンみたいな、後ろにさ、こっち、こっちの方がいいか。こんな感じです。これでアイホール全体に塗れますね。メイクが楽しみ。二つ目はこちら。こちらはスマホケースでございます。スマホケースはちょっとシンプルな、めっちゃ透明なやつが欲しくて、それでなんか友達のプリクラとか入れたくて買いました。買いましたって。で、サイズが私第2世代の SE なので、それを買いました。こんな感じです。透明ですね。今使ってるスマホケースはこれです。サンキューマートで買ったやつです。これがね、なかなか取れないよ。これですね。いい感じ、こんな感じつけられました。すごい良きだね。3つ目はこちら、モテ肌除毛パッドっていうやつです。これ、腕脇などくるくるっと撫でるだけ書いてあります。とりあえずこれ開けてみますね。こんな感じです。これがなんかちょっとザラザラしてる感じになってて、で、ここにゴムがついてるんですよ。除毛したい部分をよく乾かしてからご使用する。バンドに指を通し、ここを指を通すのね、指を通し、お肌に適当な強さでゴシゴシってやるんだ。ゴシゴシってやって、円を描くようにくるくるっとこすってください。ささっと早い動作で3センチくらいの円を描くとより効果です。だって痛そうだけど痛くないのかな。これをとりあえず、今度使ってみて、なんかどっかで感想とか言えたらいいなと思います。続いてはこちら。こちらは、伸びる二重テープです。今、私が使ってる二重のりが、なんか、ちょっとあんまり自分の、肌に合ってなくて、なかなかくっつかないんですよ。なので、今回、二重のりもいいんですけど、二重、このテープも挑戦してみたいなと思って買いました。で、片方だけちょっとやってみたいと思います。じゃあやっていきます。とりあえず開けますね。でね、これが細いやつで、キュッて伸ばしてピタッて貼る感じらしいです。じゃあやってみますね。で、まず最近ね、ちょっと二重の跡を頑張ってつけてるんですよ。こういうね、ピンとかでね、こうやってやって、よくやってんの。本当に二重になりたい。そしたらこう伸ばして、なるほどね。なんか、じゃあいきますよ。せーの。おやばい、ハサミない、ハサミない。あ、私下手くそだけどさ。あー、惜しい。あのね、すごい、私いけるよ、これ。いけるんだけど、まだ慣れてないから、難しい。ということで、ちょっとまあ失敗しちゃったんですけど、これいけるぞ。これ練習します。練習して上手くなったらインスタ上げます。続いてはこちら。こちらはプロパスウィンドウっていうカラーマーカーですね。私これもともと黒を持ってて、すごく使いやすかったので、今回また買ってみました。ちょっと全コンプしたいなと思って、青をまず最初に買いました。ペン先に窓があるからはみ出せないって書いてあるんですけど、スモークブルーだって。そう、こういうペンなんですけど、ここにね、ほら、窓がついてるので分かりやすいです。で、色合いもすごい良くて好きです。あー、やっぱいい色だ。これ細いのもついてます。
こういう感じの色でございます。よきよき学校の筆箱の中入れていきます。続いてはこちら、おもちゃ、お風呂ぷかぷかフィッシングってやつなんですけど、これお魚がいっぱいいます。タコとイカとカニで釣りができるっていう商品です。開けてみます。すごい、こんな感じでタコさんとイカさんとカニさんが入ってます。この釣り糸っていうのかなが入ってて、これがねちょっと曲がっててね、あの本当の釣り竿みたいな感じになってて、ここがこういう形になってるので、このカニさんとか丸っこいところがあるんですけど、そこにこう通すと釣れるよみたいな感じです。これお風呂でやったらあれだよね、すごい水でさ浮いてるからさ、すごい大変そう。こういう感じで釣れるよっていうおもちゃです。まあね、最近お風呂ではシャボン玉しかやってないので、こういう新しいおもちゃ、ニューおもちゃが増えて嬉しいです。みんなも釣っちゃうぞ。続いては面白い、面白いっていうのかな、私がちょっとテンションマックスになっちゃう商品です。一気に見ちゃった方がいいかな。ババン、これはですね、まずこれはリングノートでございます。こうやつね。でこれに何を入れるかっていうと、まず一つ目、はい、このバイブルカスタムノート、リングバインダー用付箋シンプルパレットっていうやつでございます。これを挟みたくて買いました。開けますね。こんな感じになってます。上がピンクっぽい感じ で、こっちが黄色っぽい感じ、水色っぽい感じ、オレンジとかこの無地とかもありますね。でこれをここに挟みたくて買いました。でこれはね、結構インスタとかで見たりとかしてて、これは欲しいなと思って買いました。でこんな感じでね。であともう一個、もう一個はこちら、これはバイブルサイズ、ブックリングバイダー専用で、これが予定みたいな感じです。でなんかちょこっとメモできるところもあるらしいので、すごい使いそうですよね。開けましょう。ババーン、こういう感じですね。で裏がこんな感じ。他にもいろんなこれに挟めるやつがあって、なんか全部欲しいなと思ってるんですけど、とりあえず今回はピンク系でやってみました。このバインダー自体は透明を買ったんですけど、このところとかは上はピンクでしょ。で付箋もだいたいピンクで揃えられていたので、ピンクをちょっと意識してやってみました。でそれプラス、はい、ラストラストはこのタイムスケジュール付箋を買いました。まあ、これはねテスト期間とかにあるとすごく便利だったんですよ。まあ、もともと持ってなかったんだけど、自分で作ってたのよ、ノートとかで。だからこれあると本当に便利なので買いました。でこれもピンクっていうね、すごいよね。こんな感じになってるので、朝の8時から夜の22時まで書けるそうです。で上に日付が書ける感じになってます。これは撮影がたくさんある日だとか、あとはそのテスト勉強をするときとかに使いたいと思います。1ヶ月後ぐらいに期末テストがあるので、その時に使っていこうかなと思います。でまあこれはこうやって挟んでさ、ここで使ってもいいかなと思って買いました。ということでこんな感じでした。はい、ということで今回は私の欲しいもの10点購入いたしました。欲しいものがいっぱいあったので、それ全部買えてよかったです。でまあ最初にも言いましたが、まだ買ってるところを見てない方いましたら、よかったら見てってください。またね、シリア以外にも他にも欲しいね、キャンドゥとかたくさんあるので、そちらの方もまたできたらやれたらいいなと思います。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。